鉱山八和田は奈良県生駒市高山町和座大門にある神社である。社格は旧村社。本殿は国の重要文化財に指定されている。祭神は本田別名、足中津彦命、沖縄足姫命の三柱で中世以来鉱山を支配した鉱山氏の氏神とされている。正確な創建年代は不明であるが、俗に本気の 天平商法元年12月18日、奈良東大寺に誕生する、宇佐八万宮を、へぐり軍で迎えしめたという記事が当てられ、この年代が創建と伝えられている。中世紀には、当時、洋山僧の土豪、洋山氏の武神として崇拝された。文明6年の戦火により、社殿が消失したが、元気3年に、洋山統一によって再建される。天正13年に、 洋山氏が筒井氏に従って、伊賀へ去ると、昨日した洋山氏の旧臣たちは、茶船政策を制御とし、その際に、無足人座と称する宮座を結成し、当社の神殿に最も近い位置に座小屋を有した。江戸時代には官営、玄禄、教皇の各年代の本殿胸札から、宝楽寺、西光寺、上坊、中房が神宮寺的役割をしたと推察される。 ありがとうございます。